ニトロプルシド、ニトロプルシド、ニトロプルシドとは、無機肺化合物の一つである。ナトリウム塩の化学式はで、医薬品としてはに水和物が用いられる。この赤色結晶は、水エタノールコン液に溶解して2価の錯体温となる。ニトロプルシドは、血管拡張薬としても使用される。一酸化窒素、脳を放出する作用を有し、脳ドナー、一酸化窒素が、 平なナメスジに作用すると、グアニル酸シクラーゼを活性化し、サイクリック GMP、CGMP が生成され、CGMP は平なナメスジ収縮を抑制し、血管壁が弛緩拡張して血圧が低下する。この用途では、ニトロプルシドは SNP と略称される。ニトロプルシドはメチルケトンの検出試薬でもあり、 尿中ケトン体の検出に用いられているほか、として違法薬物に含まれるアミンの検出にも使用される。風雨必水薬品モデルリストに収載されている。日本で承認されている効能、効果は手術時の低血圧維持と手術時の異常高血圧の救急処置である。ニトロプルシドは血管拡張薬として使用される。 医薬品として初めて人に投与されたのは1928年である。1955年までに重症高血圧に短期間使用した場合の安全性が明らかにされた。にもかかわらず、科学的性質から取り扱いが難しく、米国では1974年まで承認されなかった。日本で承認されている製剤はカルバゾクロムスルホン酸ナトリウムを配合し、 光安定性の改善を図っている。ニトロプルシドは血液内で分解して一酸化窒素脳を放出し、細動脈及び細動脈を拡張させる。動性脈を比べると動脈の型に比較的強く働きかけるが、ニトログリセリンが動脈の平な目筋に優先的に作用することに比べるとその差は著しく小さい。の場合に点滴動脈注射される。 治療効果は点滴開始後数分で現れる。脳は末梢血管抵抗と静脈管流量の両方を増加させるので、等ともに減少させる。重症うっ血精神不全に使用すると、両効果の組み合わせで心拍質量が増加する。心拍質量が正常であるケースでは血圧を低下させる。手術時に血圧低下、出血減少を目的に投与される。 日本のほか、米国、欧州、英国でもその用途が承認されている。ニトロプレシドはその他、大動脈弁狭作症、食道上脈瘤、重度発熱、心筋梗塞、神経腫染性悪性症候群、肺高血圧、新生児呼吸急迫症候群、ショック、脳血管連縮、抜核毒性、心出中核血損にも有効性が認められる。 医薬品として、持続静脈投与する際には、急激な過度の低血圧と、死案中毒、過量投与時に注意する様、添付文書で警告されている。以下の患者には近畿である。ニトロプルシドは、大小性高血圧、頭蓋内動脈ステントや大動脈縮削症など、の患者に使用してはならない。脳循環が不十分な患者や、指揮の近い患者に用いてはならない。 ビタミン B 欠乏症の患者や血液量が減少している患者にも使用できない。以下の患者には慎重に投与すべきである。シアン化物、治療シアン化物比が高い患者、先天性視神経萎縮、レーベル遺伝性視神経症やタバコ弱視等に用いる場合には最大限の注意を払い観察する必要がある。末梢血管抵抗の低下を伴う、 血不全に対しても使用は進められない。妊婦への使用は好ましくないが母体の pH とシアン化物濃度を注意深くモニタリングすれば安全であるとのデータもある。小児への使用はシアン化物濃度をモニタリングせずとも安全であると運れている。重大な副作用として過度の低血圧と投与中止時のリバウンド現象が知られている。 発生率はどなたも0.1から5%未満。また、日本の市販語調査で見られた副作用としてが記載されている。その他英語版の添付文書では、一般的な副作用、頻度不明の副作用、重篤な副作用が挙げられている。他の高圧薬と併用すると危険な低血圧の発現域値が下がることがわかっている。構造中に、 生産イオンを含むため、過量投与は特に危険である。ニトロプルシド過量投与の治療法は、下記のようなものである。生産中毒はで触媒されるチオリュー酸塩などからの、溶応供給で治療できる。チオリュー酸塩が不十分であると、生産イオンは速やかに中毒域に達する。ニトロプルシドは、循環血中で酸素化ヘモグロビンと結合して、 生産イオンとメトヘモグロビンを生成するのと同時に、一酸化窒素、脳を放出する。脳は、血管平滑筋中のグアニル酸シクラーゼを活性化して、細胞内での CGMP 酸性量を増加させる。CGMP はを活性化し、ミオシンケイサの不活性化を担うホスファターゼを活性化させる。ミオシンケイサは、平らな目筋の収縮に関係しているので、 結果的に平滑筋が主観して、血関係が拡大する。この基準の後半は、シルデナフィルやタダラフィルなどのと同じである。プドゴ素外薬は、プドゴを阻外して、CGMP の分解を妨げ、CGMP 濃度を上昇させる。脳は、多くの精神疾患、統合失調症や、双極性障害、大鬱病等にも関係があると言われており、 それを指示する臨床的知見もいくつか得られている。つまり、ニトロプルシドなどの農協予約が精神疾患の治療に有効である可能性がある。2013年にはニトロプルシドを統合失調症の治療に応用した臨床試験の結果が投稿され有効性が示された。ニトロプルシドは八面体の中心に鉄、EE を置き、 その周りに強固に結合した5つのシアン化物イオンとほぼ直線 FENO の角度イコール176.2度に結合した1つの1酸化窒素を排した構造をしている。この加減イオンは C 対称性を有している。1酸化窒素はである FENO の角度がほぼ直線であることで NO の距離は比較的近く 113PM であり、 比較的高い共鳴周波数、1947cm を持つ。錯体は脳廃意志を持つかのように記述されるので、鉄4は2かであるかのごとく見える。中心の鉄は半磁性低スピン D の電子構成を有しているが、電子スピン共鳴では、常時性で長寿命の準安定状態観察されている。ニトロプレシドの化学反応は主に脳廃意志による。 例えば S が FE に結合すると赤い FE を生じ、これは S イオンの高感度検出法の基礎となっている。OH イオンが存在する状態での同様の反応は FE を生じる。関連する鉄ニトロシル作体として K、フェスト、ナフスがある。ルーサン赤潮は最初、ニトロプルシドをイオンで処理することで得られた。ニトロプルシドナトリウムは 約摂氏259度以上で、フェロシアン化鉄、ナトリウム、フェロシアン化、ナトリウム、一酸化窒素、ジシアンに分解される。酸水溶液に溶解すると、生産、HCN を放出する。社交条件下では、濃縮水溶液は、室温で2年以上安定であるが、光を当てると速やかに分解して、アショウ酸イオン、鉄、イオン、シアン化物、イオン、 硝酸イオン、ヘキサシアニド鉄、EE イオン、ペンタシアニドアコ鉄、e イオンを生成し、アイアンシアニド、FE の沈殿が生ずる。オートクレーブメッキンで分解されるが、クエン酸を添加すると分解されがたい。ニトロプルシドは、フェロシアンカカリウムを希少酸に溶解し、炭酸ナトリウムで中和することで得られる。その他、フェロシアン化物をアショウ酸って酸化しても得られる。 ニトロプルシドは塩基性条件下でアセトンまたはクレアチンと反応することが1882年に発見された。水酸化ナトリウムまたは水酸化カリウムを用いるその方法は改良されてアンモニアを用いるようになった。この反応は現在ではメチルケトン特異的であることが知られている。アンモニウム時を硫酸アンモニウムを添加することでも感度が改善される。 ロゼラ試験法、ローゼラ、エステストとして知られるこの反応では、アルカリ性条件下で、メチルケトン、CHC マイナスが潜積色を呈する、ハロホルム反応も参照。ロゼラ試験は、当初、糖尿病の症状の一つの検出に使用された。現在ではに使用されている。ニトロプルシドは、を応用して、メルカプタン、チオールモトを検出することもできる。 これを応用した、シアン、マイナスニトロプルシド試験、または、ブランド試験法、ブランド、エステストと呼ばれる、尿試験法がある。この試験では、まず生産ナトリウムを尿に加えて10分、生地する。この時、ジスルフィドが生産で破壊され、シスチンからシステインが、ホモシスチンから、ホモシステインが生成する。ついでニトロプルシドを尿に加えると、ジスルフィド由来のチオールと反応して、 赤紫色を呈し、尿中アミノ酸の存在が示唆される。システィン、シスチン、ホモシスティン、ホモシスチンはすべてこの反応で陽性となる。この試験は、二塩基性アミノ酸の輸送経路の病態から生じる、などのアミノ酸、トランスポーターの先天異常以上を検することができる。ニトロプルシドは、アミンの検出にも応用できる。この場合は、ニトロプルシドは、 白層クロマトグラフィーの定食試薬として利用されたり、違法薬物などのアルカロイド推定試験に応用される。と呼ばれる、ニトロプルシドナトリウムマイナスアセトアルデヒド水溶液で、危険物質を解き、2倍容量の炭酸ナトリウム水溶液を加えると、ニキューアミンが存在する場合は青色を呈する。法化学で品質するニキューアミンは3、4メチレンジオキシメタンフェタミン。 MDMA、エクスタシーの主成分やメダンフェタミンなどのフェネチルアミンである。ニトロプルシドナトリウムはシワシワの構成の際に標準物質として使用される。ニトロプルシドナトリウムの結晶は光ストレージの分野でも応用が検討されている。ニトロプルシドナトリウムは青緑光で純安定状態に冷気され、熱、または赤色光で安定状態に戻る。 生理学研究の分野では、ニトロプルシドは、内皮非存性血管拡張剤として利用される。例えばは、蒸気の全身性の副作用なしに細血管、拡張作用を示す。ニトロプルシドは微生物学の分野では1、酸化窒素ドナー作用を応用して、プソイドモナスアエルギノサのバイオフィルム破壊に用いられる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。